皆さんおはようございます。9月の28日現在時刻は10時18分です。現在の場所は滋賀県の甲賀市というところに来ております。奈良編の旅の最終日の動画でお話しした通り、今回の旅の目的地は滋賀県になります。滋賀県といえば琵琶湖が非常に有名ですが、私も今回の旅は琵琶湖周辺を回りながら滋賀県をぐるっと一周回っていこうと思っています。それでは滋賀県の旅、行ってみよう。本日最初の目的地はこちら、甲賀市にある甲賀の里忍術村という場所です。この忍術村は広い敷地内に忍び神社、忍術博物館、からくり屋敷、手裏剣道場といった施設があるらしいです。そして周囲はね、こんな感じで自然に囲まれてて非常にいいところですね。それでは入っていきます。入り口で入場料を払って中に入りました。 JAF の優待割引が使えて、本当はね大人1人1100円だったんですが、1000円で入ることができました。ラッキー。こちらの神社は甲賀大黒天、名も知れず亡くなっていった忍者たちを祀っている神社だそうです。からくり屋敷を見学してきました。いやー、昔からねあんな細かい仕掛けがいっぱいあるってのはすごいですね。ガイドのお姉さんが丁寧に説明をしてくれたんで非常に分かりやすかったです。こちらは旧岡田家という建物です。看板写しておきますけど、文字だいぶかすれちゃってますね。こちらには昔使われていた忍術道具とか生活道具が置かれてますね。火縄銃なんか置いてますよ。これ火薬入れなんですけど、これ亀の甲羅ですよね。これ漫画とかでよく見る鎖片びらってやつですね。鎖が輪っかのように編み込まれてますね。うん、さすがにね展示物が多すぎるんで全部紹介するのは無理なんですが、これ忍者好きにはたまらない場所ですね。ここは井戸抜けという場所ですね。下まで降りれるんでしょうか。こちらの池は水雲と言います。あそこに浮き輪があってロープが張られてるんで水雲体験できるんでしょうか。落ちたくないな。さすがにこの水には落ちたくないですね。そしてこちらの屋敷は旧荒川家という屋敷で、ここは売店に使われてるみたいですね。こちらでは忍者の貸衣装が借りられるみたいですね。こちらの手作り道場では信楽焼の絵付け体験もできるらしいです。こちらには茶屋があって、軽くご飯を食べたりお茶を飲んだりできます。
にしても敷地が結構広くて迷う。こちらは石垣登りですね。結構高さありますよ。3メートルぐらいはあるんじゃない。ここをこうやって登っていく体験ができるみたいですね。さっきの石垣の上からはこんな感じ。いや結構高いですよこれ。そして次が塀越えという場所ですね。高さは私の身長よりもちょっと高いぐらい、まあ2メートルないぐらいですかね。ここをパッと乗り越えるらしいです。まあパッと見行けそうな気はするんですが、ここがねなんかネズミ返しみたいになってるんで割ときついと思いますね。そしてここが塀横歩き。長さで言うとまあ20センチぐらいかなの板を渡るような遊びができるみたいです。これは結構バランスが難しいですね。よいしょ。こちらには壁伝いという場所もあります。壁にねこんな出っ張りがあるんで、出っ張りを伝って壁を渡っていくみたいなアトラクションですね。いやこれなかなかあれですね、がっつり楽しもうと思ったら割としんどいですね。ここは手裏剣道場です。実際に手裏剣を投げることができます。1回300円でできるみたいですね。今回手裏剣は投げませんが、実際的を当てる場所はこんな感じですね。いやーこれ楽しそうですね。そしてここが坂道上がり。結構急な坂道ですね。で木の根っこが階段みたいになってて、一応上まで行けるみたいです。昨日雨降ってね、足元がちょっとぬかるんでるんで慎重に登っていきましょう。そしてここが一本渡りです。こんな感じで丸太がかかってて、ここを渡っていくみたいです。いやこれ意外とバランス感覚が試されますよ。いや意外といけました。まあ私もまだまだ若いってことですね。完全にここ抜けてました。ここが綱渡りですね。ワイヤーと滑車がつけてあって、子供が遊べるアトラクションみたいな感じになってます。で多分ワイヤーのたるみ具合から見て子供は全然いけると思うんですが、大人は多分ダメかな。体重が軽い人だったらねいけるかもしれないです。こちらは大仏の手というらしいです。ここは記念撮影のスポットですね。今ね11時40分です。結構時間を忘れて遊んでしまいましたね。ではそろそろ次の場所に行きましょう。次の目的地は甲賀流忍術屋敷というところなんですが、これもしかして開いてないパターンでは。こちらの麺屋いぶき庵でお昼ご飯を食べようと思います。
いやー、いぶきあんうまかったですね。久々にそば食べてうまいなと思いました。お昼食べ終わって現在時刻が1時47分ですね。で、今からあとね、もう一箇所だけ今日行きたいところがあるんで、そこに移動したいと思います。次にやってきたのは長明寺というお寺になります。こちらは近江八幡市の北西に位置するお寺で、寿命長延の御利益があるとされるお寺になります。で、ここからね、見える琵琶湖の景色がすごい綺麗らしいんで来てみました。お寺まではこの階段を登っていきます。ここがお寺の入り口ですね。こんな階段全然大したことないずらよ。ごめんなさい、嘘です、しんどい。いやー、着きましたよ、長明寺です。お参りしてきました。とりあえず旅の期間は存命できるように祈っておきました。お、めちゃくちゃ開けたところに出ましたよ。いやー、ここからの琵琶湖の景色もすごいですね。で、長明寺の駐車場のところまで戻ってきました。で、現在時刻がだいたい3時過ぎぐらいですね。で、今日の観光はね、これで終わりです。で、奈良の時にね、最後らへん詰め込みすぎて結構しんどかったんで、この滋賀の旅はね、1日まあ2、3箇所ぐらいかな、ゆっくり回っていこうと思います。今日の観光はこれで最後にするとか言いましたが、すいません、嘘です。ちょっとね、車を適当に走らせてたらめちゃくちゃおしゃれなカフェを見つけたんで、最後ここでお茶して帰ろうと思います。で、ここがシャーレ水ヶ浜っていう喫茶店ですね。琵琶湖畔にあるめちゃくちゃおしゃれなカフェです。中に入っていきましょう。どうですか、めちゃくちゃ綺麗なテラス席でコーヒーを飲むことができます。アイスコーヒーをいただきながらゆっくりしようと思います。道の駅にやってきました。で、今日はもう寝るだけなんで、あとはね、ご飯食べてゆっくりしようと思います。ここで残念なお知らせがあります。今ね、10時半ぐらいでずっと車の中で動画編集してたんですが、ついにメインで使ってる LINE もの携帯が、低速モードになっちゃいました。いや、これちょっと通信環境マジでなんとかしないとダメだな。で、奈良にいた時あんまりね、その Wi-Fi がある環境にそんなに長い時間いなかったんで、まあ携帯のテザリング機能とかをね、ちょこちょこ使ってたら、まあやっぱりというか携帯低速になっちゃいましたね。まあ今日がね、9月の28日なんで、あと2日ぐらい低速で乗り切ればまた翌月から元の通信環境に戻るんで、今ね、これ撮影してるのが、サブ携帯の方ですね。回線が IIJ ミオの、4ギガの回線使ってるんですが、こっちもね、残り1ギガぐらいしかないんで、結構まずいですね。一応今回は奈良から続けて滋賀、京都までは行くつもりでいるので、ちょっと来月以降なんとか通信環境の改善は考えないとダメですね。あれからまたちょっとだけ編集してました。明日は一応予定では長浜方面とか伊吹方面に行こうと思ってます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。